南海ウイングバス南部、サザンクロス号サザンクロス、和歌山号は、南海グループのバス事業者が運行する、東京都と和歌山県和歌山市を結ぶ、夜行高速バス。ドリーム、和歌山号の名称で、JR バスグループが運行する、夜行高速バス、ドリーム号の一路線だった時期もある。東急バス、ミルキーウェイ、和歌山線、東京和歌山間の夜行高速バスは、 1988年10月25日より、東京急行電鉄と南海電鉄バスの共同運行による渋谷駅和歌山駅和歌山市駅間のサザンクロス号とミルキーウェイで運行開始したのが始まりである。なお、南海は1990年11月15日には、大阪府堺市と福岡県を結ぶ夜行高速バスサザンクロス博多号も、 運行開始している。サザンクロス号は、鉄道では直行できない区間を結ぶ路線であり、利用率は好調に推移していたが、夜行高速バスの運行コストが年々増大するに、つれて東京側の事業者では、乗車率が高いにもかかわらず、利益率が低下する路線が続出した。そのため、東急バスは1998年9月30日を、もって夜行高速バスから、 全面撤退した。1980年代の高速バスブームで増加した夜行高速バス路線では、1990年代後半には他のバス事業者でも廃止までは至らずともグループ会社に移管されたり、一社単独運行になった路線が多かった時期である。なお東急バスでは後に2016年4月15日に子会社の東急トランセにより、 夜行高速バスに再参入している。JR バス関東、ドリーム、和歌山号東急バスの夜行高速バス撤退により、共同運行していた他の路線では、地方側のバス事業者が単独で、運行継続することになった。和歌山線の共同運行会社である、南海電気鉄道はすでに、JR バス関東との共同運行により、ドリーム、南波号、ドリーム、 堺号を運行していたため、東京型の共同運行会社を JR バス関東へ変更することになった。東急バスによる渋谷和歌山間の運行は1998年9月30日発の便を最後に終了となり、翌10月1日からは南海電気鉄道と JR バス関東の共同運行により、新宿駅和歌山間のドリーム和歌山号として、 再出発することになった。南海ウィングバス南部、サザンクロス号、ドリーム、和歌山号となってからも、南海側では引き続き統一愛称、サザンクロス号を使用していた。その後、2001年10月1日の南海電気鉄道のバス事業分社化により、南海バスへ移管、さらに南海バスの地域分社化により2004年4月1日から、 南海ウィングバス南部へ移管されている。2015年12月18日より、JR バス関東が撤退、南海ウィングバス南部の単独運行となった。ただし東京側での JR バス関東の運行業務支援は継続される。2016年8月5日より、ごぼう南海バスが参入し、2社共同運行となる。同年12月12日より、ドリームナンバ、境号と、 路線統合し、高速バスネット上の名称を、サザンクロス、和歌山号と解消した。泉中央駅高速バス乗り場、新木場駅東京駅新宿駅、池尻大橋高速橋田辺、都市南海南場高速バスターミナルをキャット泉、中央駅 JR 和歌山駅、都市南海和歌山市駅2009年12月1日の2015年12月7日。 新木場駅東京駅新宿駅新南口、池尻大橋堺、東駅前泉中央駅 JR 和歌山駅、南海和歌山市駅2015年12月7日の2016年12月11日、新木場駅東京駅新宿駅発、新宿駅、東口駅、池尻大橋京都駅八条口、高速京田辺泉中央駅 JR、 和歌山駅南海和歌山市駅独立三列シートのスーパーハイデッカー車、独立三列シートのハイデッカー車が使用されている。JR バス関東は独立三列シートの2階建てバスを使用していた。ありがとうございます。